勘と経験の釣りは終わりを告げる。そして科学と理論で釣る時代が始まる。山下&マリア 75th anniversary。明治41年、創業者山下楠太郎は三重県の凄腕漁師の家に生まれた。幼い頃から魚をたくさん釣ってくる子供だったという。ある時遠方に漁に出た兄たちが遭難。だが仕掛けにかかっていた赤い布にマグロが食いついた。皆それを食べて生還した。この事件は後の楠太郎に大きな影響を与えた。その後一家は三浦へ移住。楠太郎も日々漁に工夫を凝らした。さらに大学の練習船で世界を回った。しかし昭和13年、楠太郎は漁師を辞める。昭和16年、研究開発のため山下釣具店を開業した楠太郎。もっと釣れる疑似餌を作りたい。それは遭難した兄を救ったマグロを誘う赤い布がヒントだった。楠太郎はこれまでの経験と研究から確固たる信念を持っていた。魚は音、光、動きから餌を判断している。つまり魚たちが捕食している餌に大きさや動きが似ていて、さらに柔らかい遊泳音を発し、小魚のように光り輝く疑似餌こそが魚たちにとっては餌に見える。こうして試行錯誤を重ねること10年、名作ゴールデンベイトが誕生した。現在でもこの疑似餌は世界中で愛用されている。楠太郎の波動理論は山下&マリアの商品開発コンセプト生態波動論に息づいている。多くの謎が残されてきたマダイの捕食行動。我々はさらに餌に近い波動を求め、マダイの好む波動を徹底的に追求した。そして丹念な生態、行動観察と大学の協力を得ての研究で、エビなどが発生させる波動と平場のパーツが生み出す波動が同じ性質を持っていることを突き止めた。またこの研究の中で名作ゴールデンベイトの波動にも共通点が見出された。これこそ楠太郎の波動理論そのものだった。そして完成した波動ベイトはマダイの好む餌の波動をより強力に放つことに成功した。我々が追求してきた波動理論と最新技術から生まれたのが全く新しいルアー、フラペン。リトリーブを開始すると後部のフラップが開く。後方波動、このフラップが水をかき分けるとベイトフィッシュが尾びれを振ったかのような水中波動が後方に作り出される。魚が逃げ惑う際に出す波動の再現、それは奇跡ではなく科学と理論の到達点だった。シンキングペンシルでもミノーでもない、新カテゴリーの誕生でもある。エギの最高峰エギ王 Q ライブにさらなる感知能力を搭載すべく開発されたのがエギ王 Q ライブサーチだ。アオリイカの捕食音を調査解析、彼らが聞き取れる音の研究結果と合わせ、イカが最も感知しやすい周波数を見つけ出した。
本体に内蔵されたラトルボール。素材と大きさを30種類以上のサンプルから選び抜いた。これらの綿密な生態的研究と実験により生み出されたイカが喜ぶラトルボン、エギオQライブサーチ。高活性のイカを狙い撃つライブサーチの能力をさらに高めるために、我々が次に着目したのはイカの視覚だった。数多くの文献に当たった結果、イカには種類を問わず見えやすい光があることが判明した。その波長は490ナノメートル。この知見をもとに山下はイカが見やすい発光色490グローを開発。その新しいアピール要素をプラスしたのがエギオQライブサーチ490グローである。山下楠太郎の創業の思いを今に伝え、一人でも多くの人に釣りの楽しさ、喜び、感動を提供する。すべてはお客様の笑顔のために。それが私たちの思い。勘と経験の釣りは終わろう。そして科学と理論で釣る時代が始まる。